蒸気が濃くなってきましたね。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。この正気に触れ体調を崩す者も多いと報告を受けています。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが、それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です。リンク、早く原因を突き止めましょう。
この壁画は？王家に伝わる古文書には今からはるか昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。先ほどの像にかたどられていたソナウ族と、これは私たちハイリア人のようですね。ソナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはソナウ族、その一族と大地のハイリア人が交わりやがて起こった国がハイラル王国。しかしそこに邪悪なる者が現れ王国の大いなる力を奪う。全て古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生しそれを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい、やはりこれは古文書に記されていた大戦争、封印戦争の全容が描かれた壁画。リンク、これは大発見です。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。こういうものを記録するのにとても役立ちます。この先は埋もれていて見られませんね。ここは一体何なのか、答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。Thank you.
れは？刃では役に立たぬ。ゼルダ、大魔の剣を持つ者リンク、ラウルの言う希望、この程度か。どうして私たちの名を。気が疲れたようですね、リンク殿。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。
この扉は力を持つものでないと開かない。失礼、驚かせてしまったようだ。先ほど話をした者、その右腕の元の持ち主、ラウルです。わけあって私にはもはや実体はなく、このような姿で失礼する。さて、この扉は私の右手で開くはずなのだが、どうやら力が失われているようだ。聖なる光の満ちた空間なら、その手に力を取り戻すことができるはずだが。そうだ、この島にある祠を回ってみてはどうだろう。きっと力を取り戻せるはずだ。
Mm-hmm.
Thank you.
Hmm.
Hut.
うん。
うん。
よかった。扉を開くことができたようだね。正気に蝕まれた貴殿の体はまだまだ万全ではないが、祠で得られた祝福の光の力でわずかだが正気を浄化することができたようだ。過ごせた時間は短かったが、君と話せて嬉しかったよ。ゼルダの言った通りだった。あの子をよろしく頼むよ。
リンク、私を探して。